はいどうも、カッパ園長です。じゃあ今度はね、パチンコ、この話もなんか定義的に上がってくるんだけど、なかなかとどめ刺すとこまでいかないよね。これもなんかさ、ある意味やってるふりなんじゃねえのかなってね、警察とさ、ね、あいつらとのね、このやってますプロレスみたいな、ね、そもそもがつるんでたんだからさ、だって完全になくなってもらっちゃ困るわけだろ、ね、甘い汁吸ってたやつらにしてみりゃさ、ね、どうすかね。なんか僕はもともとこのパチンカスでも何でもないんで、その肌感覚っていうか実体験ベースで、いや最近なんか、なんて言うんだっけ、アホールかね、どこどこにあったあのなんとかっていうホールもなくなったしね、一時期はもうビルね丸ごとなんかもう探す場所探すのも大変なぐらいだったのにとかっていう、なんかそういうなんか何もないからさ本当に減ってきてんのか、なんとなくこの記事見たりとか、そのなんか統計この数字ね、何年何月にどこどこ店が、終了みたいな、そういうデータを見てね、ああまあ一応減ってはいるのかって、その推移っていうのかな、グラフとかさ、そういうの見てなんかね、ふーんっていうのはあるんだけどね、あれここも閉店か、前はよくねいい思いさせてもらったのになみたいな、そういう材料が何にもないからさ本当に果たして減ってってんのか、いつかゼロになるのかしらってね、だいぶ疑ってますけども、いやなくなればいいと思いますよね、もうそれこそ秒でなくなってもらって構わないんで、こんな違法賭博、ね、まあ、半島玉遊び、なんで日本だけあるんだよって。だからもうこれもあれだよね、結局関わったやつら全員と捕まえてぶち込んでもらいてんだけどな。いやこの業者の側だけじゃなくてね、おまわりとその OB も含めてですよ、そりゃそうだよね、ただやっぱりこういう感じで、まあ、だからこれもある意味作戦なんだろうね、管理監督取締る側も巻き込んじゃい抱き込んでしまえばさ、ね、最終的にとどめ刺す、ところまで持ってきにくくなるじゃん。で実際やれないじゃん、ね、何が三点方式だよ、笑かすんなよって冗談じゃねえよって思うのに、誰が聞いたってそうじゃないですか。まあ一応今回もね、閉店ラッシュだと。閉店ラッシュ、さっさと一掃してもらえると助かるんですけどね。パチンコ業界激震、この手の記事っていつもこういうスタートなんだよな。その割にはまだ普通にあるじゃんね、駅前に。まあ、業界1位ですよね、マルハンさんはね。マルハンが、まあ、あのマルハンが閉店ラッシュなんだぞと。いよいよやばいんだぞみたいな。こういうのマスコミに記事書かしてどうしたいんだろう。もうこの辺でなんか手打ちにみたいな、そういうつもりなのかな。なんかそんな風に受け取れるからさ、ね、容赦なくどんどこどんどこなんか押し締めてってもらいたいんだけどな。いらないじゃんだって、こんなもん日本に。業界最大手が今年2件目。今年今月とかじゃなくて、今年2件目もう全然じゃんな。となる店舗閉鎖へ。でもだって実際にあれでしょ、お店なんか違う、この他業種他業界にね、なんかもうくら替えしてってんだもんね。そういうのもなんかね、許すべきじゃないと思うけどな、特にここは。で、北海道札幌市のパチンコ店マルハン、これなんていうもの、この手足の手に、稲作の稲って書いて首都店とは読まないか。まあでも北海道の地名って何て読むかなおさらよくわかんないですね。普通に手稲区の手稲、札幌市手稲区の手稲店ですかね。2月26日をもって、閉店しますよと。もっとどん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 ね、閉店のギア上げてもらいてんだけど、北海道札幌市の手稲区にて営業してきたパチンコホールマロハン手稲店が2月26日の営業をもって閉店しますよと。で、同店は国道5号線沿いに位置していて、パチンコ機360台、パチスロ機240台、計600台の中規模ホールだったと知らんがなそんな。半径3キロ圏内には KEIZ 手稲店、いや何ていうのこれ、ケーズ手稲店っていうの、そういうグループがあるのかな。
いや、プレイランド、ハッピー、テイネ、前田店などの競合ホールも点在しているエリアですよと。で、そんな中、業界最大手の経営ホールとして見ると、集客状況も、あんまり、よろしいとは言えない店舗だったと。で、近年では M&A による拡大路線に舵を切ってきたマルハングループであるが、同時に、既存店の整理も少なからず行われている状況だと。普通にあがいてんじゃん。もうとどめ刺しに行けよ。うん、ほんで、今年1月には静岡県沼津市のマルハン、なんだろうな、これ、ちょっと字小さいし、よく読めないんだけど、まあなんかその沼津のマルハンも閉店していて、で、今回はそれ以来となる閉店、店舗閉鎖になっていますってことらしいんですけどもね。いやいやいや、まだまだ全然でしょう。ねえ。え、どん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 、もうがっつりいかないと。うん。で、まあ僕個人的にはね、なんかそういう実体験ベースのあれがない分、なんかこのデータ上を見る限りでの判断でしかないんですけども。いや、もっともっとね、どんどんね、この潰していってもらいたいんですけどね。なんかこのコロナ禍以降の、このマルハングループの店舗閉鎖の一覧みたいなのが上がってるんですけど、20年4月から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5 たった15店舗しか閉じてないじゃん。え、何これはどこがあって。20年に4月5月6月で、8、9と、1、2、3、4、5。え ?1 年5店舗 ?21 年なんて2店舗しか閉じてないよ。22年、去年がちょっと、まあ、それでもね、2、4、6、や、8店舗でしょ?うん。え、全然じゃん。足らないだろ。倒産ラッシュなんて言うほどじゃないじゃんね。うん。全然フィーバーしてないよ。もっと閉じろよ。もっとなんかこう世間に申し訳ないことしたんだって反省しながら閉じてけよ、てめえら自ら。うん、いや、もう百害あって一利なしじゃないですか。ね、何を今まで偉そうに。うん、てか今もまだ偉そうに。うん、そもそもね、うん、人もこの箱も、うん、存在丸ごとお前らは日本に存在してはいけない存在だよ。うん、ね、この丸半とかさ、ね、この名前のこの意味とか、例のあの名物社長、うん、あのおじさんの話とか、まあ多分ググればいくらでも出てくると思うんでね、なんで僕がここまで腐すのかっていうのは多分理由は分かってもらえると思いますけど、はっきり一言で言うと日本の敵だからですよ。うん、でもパチンコ屋さんっていうのももちろんそうですけども、うん、ああもうまるっと日本で存在丸ごと必要ない存在なんでね、よくもまあここまでね、うん、のさばり続けてくれたよなって、うん、ただじゃおかねえよって、そんなレベルですよね。うん、が、まだまだしつこいですな。うん、で、結局あといくつ残ってんだろうね、ここだけで。しぶてえな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。